はい、どうも、こんにちは。ガネです。さあ、続きやっていきましょうか。まあ、前回はね、まあ、ネメシスにね、フルポッコリされてたんだけど、マジでネメシスの攻撃避けれんと、ちょっとこの先、あれだね、きつい気がする、本当に。早いうちにあいつの行動をちゃんとね、緊急回避でね、これでね、避けたいんだけど、あー、まあどうなるかって感じだね。で、とりあえずなんか地下みたいなところに来たんだっけ？地下下水道みたいなところに来たので、やっていきましょうか。暗くて何にも見えない感じなんだけど、ここまでさすがにさ、追っては来ないよね、あいつ。さすがにね。あー、なんか、早速アイテム置いてあるんだけど、あれ、あれだな。サイトバックだな。いきなりファーって出てきそうだけどね。あー、特に出てこないか。とりあえず、ここは一本道かな？多分、一本道だね。今の鳴き声は？あー、なんか、怪しげな敵の鳴き声が聞こえたっぽいけど、特にいないな、敵な。こっちでいいのか？あっちもあるね。まあでも、開けられそうにないけど、ここは。あー、なんかカードキーがいともるっしぽいったらすね。何か動力が必要ね。カードキーなのか。あー、動力が必要って言ったよね。電子錠。専用のバッテリーが必要ですよって書いてあるね。カードキーではなくてバッテリーがいるっぽいですね、こっち行くには。まあ、とりあえずこっちの方しかないっぽいので。あー、これ 戻れなくなるパーティーのやつじゃん、これ。この服燃やすしかない。燃やすとかなんか そこまでする必要ある？この辺とかなんか、落ちていたー 落ちてたねー。すごい見逃しそうな感じの、あれではあるんだけどね。手榴弾は基本的に、まあ、ネメシス相手に使っていきたいよね。だからネメシスなんか、どうやら怯ませることができると、なんかアイテム落とすらしいんだよね。で、俺なんか落としてたっぽいんだけど、俺それ拾ってないっていうね。拾わずにここまで来ちゃったから、自分こちらスルーしてよろしいか もう一個の方の道から行くわ。なんや今の、なんかぬるっていたけど、こっちにもいんのかな。いや、こっちはもしかして行き止まりってわけではないな。あ、てかここに階段あって、ここに階段あるね。ここに階段あるってことは、うーな、なんやこいつは ちょっと待って。ちょっと待て待て待て。待てって。ちょっと待てって。いや、これはショットガン案件でしょ。これはショットガン案件だよ。かっと、ああ、いや、倒したね。あいつも、あんな感じで倒していく感じなのか。なんや、これ。気持ち悪い。あ、本作なんか気持ち悪い敵多くね？ってことは、あっちの方に向いたやつもあんな感じで、やらないといけないんだね。とりあえず、アイテムはないっぽいから、とりあえず上行ってみようか。あー、この音があるってことはなんかセーブポイント臭いけどな。あ、なにこれ。読めねえ。ちょっと待って、なんか、A と組み合わせることで、焼夷弾。
2つ組み合わせると、硫酸だ。ああ、これあれだ。グレネード系の弾に使うやつっぽいね。ってことは、どっかにグレネードがあるのか。あと、やっぱこう、セーブポイントか。グレネードランチャーだ。なるほど。これでもしかして、あいつをやれってことかな。研究助手の飼育日記。これってもしかして、あいつのことさっき倒したやつ。そうっぽい気がするんだけど。まあ多分そうなのかな。そうだね。ガンマは複雑な下水の構造を2日ほどで完璧に理解しとかって書いてあるから、あいつのことなんだろうな、おそらくな。ガンショップ経路から。ああ、グレネードランチャーってことだね。で、これ炸裂か。炸裂弾だね、多分これ。炸裂弾、焼夷弾、硫酸弾。ああ、なるほど。マインスロワー弾っていうのもあるらしいね。マインスロワー弾はガンマの暴走対策には必要なしと判断し、購入は見送り。ああ、まあ、多分ここには落ちてないんだろうけど、後々落ちてる感じになるのかな？わかんないけど。ああ、さっき見えた階段、ここか。ここを登ったらなんかあるのかな？多分、さっきのとこ戻れますよ的な感じだと思うんだけど、あ、ここもあれだね。バッテリーみたいなやつが、いるっぽいかな？これは？あ、開かねえよ。まあ、裏から開けましょうねってことだね。まあ、とりあえずあれだね。さっき俺が見逃したところを行けばいいって感じか。まあ、とりあえず俺はあっち行ったら結果的に正解だったってことだよね。グレネードランチャーをゲットしてさ、こっち行けるわけだから。いたよね、確か一体。こんばんは。とりあえず一発撃ってみようか。これは焼夷弾だね。一発でやられたね。一応やられたね。一発やれば倒せんのかな。多分口開いてない状態で撃ったら多分ダメだったと思うんだけど、その辺はちょっとよくわかんないけど、まあ、とりあえず一発でやれたから、まあよしとしましょうか。ちょっと怖いね。普通のさ、ゾンビも、ここは出るのかな？こっち行ける？あ、行けるね。水で行けないのかなと思ったけど。いそうだけどな、特に。あ？ 絶対復活したらこれ。お、ナイスグリーンハーブ。とりあえず急いで調合して、試しに殴ってみる。あ、大丈夫か。大丈夫だったね。水道局員の手記。ああ、これはさっきのやつだね。さっきのやつに殺されたってことだね。これ、この書いた人がやられたわけではないのかな。ただ怖いからショットガンで対抗しようか。まあ一応ハンドガンにしよっか。ちょっともったいない。出た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 。結構出るな。結構出ますね。だってもうこれでグレネードランチャーなくなったんで しばらくはこいつとちょっと戦いたくないね。よし、なんか、今作のグレネードランチャー結構強い気がするな。前作はなんか一発でなんか死ななかった記憶があるんだよね。あ、じゃあここに弾あんじゃん。ナイス。ただ2発しか、持ってないってのはちょっと、あれだけどね。これであいつ出てはまた、やれそうだな。まあ、この弾があるってことは、やれよってことなんだけどね。
やれよっていうか出るよってことなんだろうけど、多分ここにバッテリーがあるんじゃないか。バッテリーないっすか。敵はいないよね、さすがにね。ある男のラブレター。たまーにあるよね、こういうさどうでもいいやつさ。ハンターガンマ、まあさっきの散々やってきたところか。捕食時に急所をさらけ出してしまう。やっぱあそこが、あの赤色部分が急所なんだね。うん。ってことは、あの急所が出てない時にグレネードランチャー撃ったらダメなのかな、おそらくね。さあ、もう、そろあれだな。キーピックもいらないものになりそうだけど。あー、A か。今 B 持ってきてんだよな。あ、でもまだ、まだ必要っぽいっすね。ちょっとあれだな。一発あれなんだよね。一発ちょっとあれしてっからな。強化火薬か。ショットガンの弾にしとくか。うん。そうすれば、あれ持ってけるので。A と B 組み合わせて、なんだっけ、硫酸弾になるんだっけ。あ、ここにバッテリーあるじゃん。おい、バッテリー2つも必要なんか。そうか。じゃあ一回ちょっと戻らんとダメだね。よーし、とりあえずこれでバッテリーパックは回収したと。まあ、セーブ入ったね。ってことは、多分、敵がまた再配置されてんだろうな。絶対そうだよね。多分あいつがまた来るんでしょう。2体とか来られるとちょっとまずいんだけど、同時にね。まあ多分いずれそういうのが多分出てくるんだろうけどね。おお、出てきた出てきた出たよ。ニュルって出てくるね、こいつさ。ほらよ、惜しみなく使ってっからな、俺。まあ、スタンダードだから、まあ、弾の弾数とか多分、足りるとは思うんだよね。普通にやってれば。うん。外さない限りね。うん。問題はないと思うんだけどね、こうやって使ってっても。で、こっちか。あー、出た出た出た。結構バッて出たね、今。今大丈夫かな。ショットガン構えておくか。あ、多分こいつにつく、拘束されたら多分終わりなんだよね。うん。だったら捕まれたら多分おしまいなんだろうけど。あいずれそのつかみを緊急回帰しなきゃいけなくなる時が現れるかもしれないんだけどね。さあ、これで、使うと。多分これはしばらく持っておかないといけないのかなと思ったけど。あー、なるほど。一回外しちゃうとそういう風になっちゃうね。まあ、外せるってことはまた使うってことなんだけどさ。ここはあれだな、ゾンビとか出そうだね。なんか匂いのせいでちょっと上を警戒する癖がちょっとあるけど、まああって全然損はないんだけどね。うわ、マジか、マジか、マジか。弾俺持ってきてねえぞ。弾俺出てきてないからな。あ、出てきちゃうんだお前、マジで本気かよ。ちゃ、たださ、こっから出られないんだね。あ、戻っ
った感じか。戻っちゃったね。あー、弾持ってくるか。ちょっと。よーし、とりあえず、これを組み合わせることで、あ、これで焼夷弾ができるのね。しかも3発になるわ。ちょっとね、2発ほど、もったいないことしちゃったけど、まあ、出てくるよね。さあ、早く来い。弱点出しなさい。遅いって弱点出すの。ただこいつはもうグレランでやるのがもう鉄則な気がするわ。弾があるうちはね。あ、ここなんかやったら広いな。じゃあもうここはもうゾンビじゃなくてもうこいつらしか出ねえ感じかな、もしかして。ああ、これでここ開けられて多分またのバッテリー使うんだよね。もう一個別の場所に使うはずだから、まあ、これであれを取れるよという感じだね。あ、ここで使うのか、もう。もうここで使う感じか。よーし、じゃあこれで、ここのバッテリーはめて、まあ、多分ここは地図見た感じ、一部屋だけなんで、アイテムがある感じかな。ナイスサイドバック。これあれか。俺がさっき見えてたとこだな。行くときにちょっと見えた、サイドバックあったとこの部屋だね、これ。崖っぽいかな。そうだね。ただあれだな。バッテリー、あ、持てたわ。サイドバックのおかげで持てるようになったね。じゃあこっち行けばいいのか。いきなり出てくる可能性があるからな、さっきみたいにな。ああ、階段。なんかあれだよね、この階段の付近にあったよな。あ、ここか。ここでバッテリーはめる感じか。あとないよね。一応セーブしとくか。一応セーブしに行こう。よし、あとでセーブしに行ったんで、先進みましょうか。今回はサクサクいけてんな。あの敵もね、1体ずつしか出てこないから、非常にね、相手しやすいんだよね。実際問題。カルロス、聞こえる？ジル、やっと繋がった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。君が戻り次第出発だ。おお、この俺がこうああだこうだやってる間に地下鉄は復旧できたっぽいっすね。とりあえず戻れんのか。うわっ、やーじゃねえよ、やーじゃねえよ。え、ちょおい、まあ、冗談きついって。冗談きついな。もうネメシス相手に来たらもう逃げた方がいいね。もうよりにもよって俺ほらあれ置いてきちゃってるからね。手榴弾使おうとかって言っておきながらもう手榴弾置いてきちゃってるから。あ、でもセーブあったわ。さあ、ここ扉入ったはいいんだけど、どうやらこれ扉に行くわけじゃないっぽいな。扉じゃなくてここ上階段があるっぽいから、あれ、ここじゃない、こっちじゃないな。どうだ、あ、そこか。方向音痴にも程があるだろう。ちょっとグレネードランチャー持っておいて。ああ、なるほど。あ、これはあれだな、別にネミシス来るっぽくなさそうだから、まあ相手しちゃおうか。久々にちょっと銃も落ちたいしね。さすがにちょっと疑われるか。あ、ここは怖いんだろ、お前な。ちょ、落ち込んじゃお前。ちょっと置いてくれ、バカタレ。あー、ちょっと、血の弱いな。いや、普通にそうやって置いてくるんかわ。どういうことだよ、こいつ。めんどくせえな。あー、音がいいね。ここに来ると、やってるんかわ。
あ、来てこなかったですね。やめてくれなお前。すかさず泣いてってこうと。やったやった。ここだけすごい時間かけてるな。もうやめてないんだよね。うん。無理して絶対こいつ当たるから。なんでダメでこんなとこ食えてないんだよ。あ、くっそ。めんどくさいなお前な。まあ、そうだよ、全然。問題ないから。しっかり頭に当てないとあれだね。起き上がっちゃうね。多分もう起き上がらんでしょ。あ、生き返れないやつもいるんだな、こんな感じでね。最初に倒したやつはなんか生き返ってなかったっぽかったしな。さあ、ネミシスはいつ現れるのか。うわぁ、早く上へ逃げないと。上逃げろって言われてますね。上逃げましょうか。だからマップを確認しないと俺すぐ迷子になっちゃうから。あ、ホールドかよ。ホールド機能がちょっとね、なかなかね慣れないんだよね。これこっちで合ってる。合ってますね。何を持っとんねんって感じだよな。これはもう上に行っちゃっていいね。おお、お前近いって。近い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 。あー、でもあれだな、撃ってきてるだけだな。普通に近づかれて殴られる方がよっぽどきついんだけど。ただ撃ってきてるだけだから全然あれだね。楽だね。これどうするんだろう。これどうやって脱出するつもりだ。俺っていうかジリオ。おう、まあ、まあよくあるパターンのやつやな。こう鉄骨が落ちるやつな。なんか上でなんか一悶着やりそうだな。そうだね、なんかここセーブあるし、うん、一悶着やるっぽいな。だから解体工事延期の告知。発電機を含む全ての電気工具類は屋上にて保管します。どういうことだ。一体何を指してるんだこれ。まあとりあえずと、あれだな、今回ここまでにしとこうか。ちょっと気が悪いっていうか、まあ多分この上行ったら多分ネミシスとの対決になりそうな感じがするんで、まあ、次回はそっからやるっていう感じで。はい、ということで、今回はこれで終わります。さよなら。